はい、どうもシューチャンネルのシューです。今ですね、もう、夕方6時過ぎですけれども、久しぶり金魚のね、病気が出ちゃったので、記録のために撮影をしております。何の病気かというとですね、屋外で飼育された方はね、1回ぐらい経験あるかな、あのガス病ですね。要はね、ちょっと映しますけど、今ね、早急に対応しなきゃいけないと思って、もう水替えの方をしてるんですよね。で、こちらの方は明日帰るので、これぐらいの青い水ということでね、ちょっと伝えていただけますけど、こうやってね、金魚がいるかいないかも分からないような青い水だと、こちらの方ね、天気が良かったりするとね、窒素とか酸素とかが、植物性プランクトンの影響もあってですね、なんていうのかな、水の中で飽和状態になるんですね。そうすると、金魚の、ヒレとか体表にですね、ガスが溜まって、そちらが、金魚に悪い影響を与えるというのが、いわゆるガス病と、原因は2つあるんですけど、詳しくはね、ググっていただければ、いろいろ難しいことは書いてありますので、そこら辺は割愛したいと思います。またね、エアレーションが強すぎてもなるって代物なんで、なかなか調整が難しいんですけど、これでね、今日ちょっと夜勤明けで帰ってきた瞬間ですね、おお出てきた坊主2人、お父さん今何持ってんの、せいちゃん、バンじゃないよ、それコロコロでしょ。頼みますよ、動画1本ぐらい撮影させてください、お願いしますよ。はい、ということでね、ガス病にね、玄関の水槽が、1本ね、今下がなっちゃってですね、上の方も、今予防的に水替えはしております。ガス病です。今ね、痛いんだお前、バカじゃないか、そんな叩くなよ、お人を怒るよ、もう入ってバーじゃないよ、もうどんだけだよ、テンション高すぎるんだって、もう本当に。ちょっと映しときますね。ちょっと見えにくいと思いますけど、こうやってね、ヒレにね、ガスが溜まります。こちらある程度水替えした状態なので大丈夫なんですけど、ガス病はね、早期発見、症状を見つけたら、まずね、全管水をするというのは基本の治療法だと思います。あとはですね、0.5% の塩水浴などで、対応できるとも書いてますけど、大体ね、症状を見つけて、水替えすれば、もう2、3日で症状収まるので、もちろんね、その症状出てるときは餌をなるべく、ね、少なめにするというのが、セオリーかと思います。ですからね、濃いすぎる、青水で飼育されている方はね、ちょっと気をつけていただいた方がいいかと思ってですね、動画撮影しておりますけれども、何ですか？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 上になんかいますよ。最近ですね、ちょっと愚痴なんですけど、ここね、数日ね、気温も20なん、何？もうダメだ。ダメだ。邪魔するな、お前ら。なんで石投げると、ジン、せえ、お前ちょっと悪ガキすぎるぞ、怒るぞ、最低、もう。あ、それね、なんて心優しい長男なんだね。お花だね、綺麗だね。それに比べてだけ、お前最悪、やめろって。うわ、最、うわ、ジン怒れ、ジン怒れ、弱い。その怒り方は弱い。こんな感じでね、毎日過ぎております。皆さん動画見とって、私がなんていうのかな、リア充に見えてる方も一部いらっしゃるかと思いますけど、決してリア充ではありません。毎日これですからね。ちなみに今日夜勤明けで、今ね、アルコールね、ストロングを2本飲んで、今この状態で動画撮影と。やめなさいって、近所迷惑だから。せえ、最近次男がね、もう態度がダップじゃないよ、もう入りなさいよ家に。もうこんな感じで過ぎております。決してリア充ではありません。毎日こんな感じです。あ、焦げた。そんな感じでですね、何の話してたかな。ガス病です。もう一回最初から言います。ガス病、青水で飼育すると、太陽光とかですね、そういうものの影響で、水槽内の、ね、酸素とか窒素が、ね、飽和状態になって、ヒレとかに、気泡が浮く病気です。ヒレの中に、ね、魚に関してはですね、浮きすぎる、ダメだ、
ヒレが裂けたりとかして致命傷になりかねませんので、早期発見対応、最初はね全冠水、それでも治まない場合は 0.5% のね水。ダメ人生、ちょっと道路に出るな、本当にやめろ、それはマジやめろね。ちょっと戻って戻って戻って戻れ戻れ。ああばあちゃんがなんかアイスがあるってよ、ほらばあちゃんがアイスがあるって、ばあちゃんがアイスがあるって言ったよ。アイスもらいに行かんの、ほら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 、なくなるよアイスが、ほらなくなるよアイスが、早くほら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 、アイスがなくなる、ほら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 。昨日一昨日でね3歳と、4歳か、食べ物が一番いいですね、こういう時はね。まあ、ということでですね、今日の動画は単なるですね、なんていうのかな、こういう風に動画を撮影しておりますという、動画でした。以上。